で、当チャンネルは無職のおっさんが有り余る時間をフルに使い自分の興味に貪欲に取り組むチャンネルです。多趣味道無職でどれだけその道を突き通せるか、破産まで続けるつもりです。今後もいろんな興味、そしていろんなことやっていきます。興味がある方、チャンネル登録、通知ボタン、おまけにグッドボタン、よろしくお願いします。では行ってみましょう。グラフは動く。これは動くね。秒針が動かないんだって。ピクついてるんだよね。秒針がね、ピクついてるんだよ。すげえごつい。かっこいいよこれ。今回は苦手なクォーツの修理依頼です。まあどういう風なムーブメント入ってるのか、ムーブメントによっちゃねすぐ手に入る入らないってありますし、まあピクついてるから電池じゃないかなっていう雰囲気もあります。でまあどんなムーブメント入っているのかちょっとね詳しく見ていきましょう。ムーブメント見てみよう。ISSIS8371 ってスイス製なんだね。うわスイス製かと思ってさ。 ISA スイス8371、やっぱりなんか思うんだけど、なんかねこれはね電圧が足りてない気がするんだよな。わかる？おそらく SR936SW SW でしょ？多分これ W じゃないとダメなんじゃない？なんか電圧が足りてない気がするんだよ。 SR936W ねえかな。電圧が足りないから動かない。ここは動く。ほらほらピクついてるの。これおそらく多分だけど電圧足りてねえな。これ W の方だと思うよ。うん、936W。 ではちょっと電池を変えてみます。これねほら SW 入ってるんだよ。だから今回は W を入れてみます。多分ね、そんな感じがするんだよな。SR、これほら W でしょ。 W を入れて W のような気がするんだよ、これ。まあ、なかなか W って売ってないんでね、まあ、Amazon で買ってきました。買ってきた、買いました。まあ、これで動けばいいなって、正直そういう感じです。まあこれで動いてくれっていう感じですね。そうなればまあね、まあ楽なんだけど、これで動かなかったらもうね
本当わからない。クォーツってこういうところがあって、これでどうにか動いてくれという思いでこのねダブルの方を投入してみます。これなような気もするけどね、これじゃないような気もするし難しいんだよな。サードだ。まあ淡い期待はね破れました。いやー違ったーと思って、いやこれのような気がしてたんだからすごく結構ショックだったなこれで動くと思ってたから。いやこうなれば本当に難しいです。どうなってんだろう本当に。コンデンサーとかそっち系なのかなとかいろいろ考えるけど、でねこの時間合わせの時にこのハック機能で時間をこの動きを止めると1、2秒動くんだよね。だからコンデンサーに電気が行ってないからコンデンサーが悪いのかなとか、だからこの時間も動かなくなるんだよね今度ね。クロノグラフは動くけど、そう全然同じな症状でした。全く変わらなかった。そうムーブメント交換っていう指令が出たので、今回は次回はねちょっと掘り下げてみます。ってことで今日はコピーじゃないですね。コピーじゃないの起きました。ブレラっていう時計らしいです。高いんだねこれね、すごい高いよ。こんなんいじらしてもらっていいのかなってぐらいすげえ高いです。めっちゃかっこいいの。うわかっこいいと思ってさ調べました。結構高い高い、これいいのかな俺いじっちゃってと思ってねやってますけど、めっちゃかっこいい、めっちゃかっこいいよこれめっちゃかっこいい、欲しいもん。ちょっとね今検索してます。まあまあそんなことより、まあ電池じゃないかなと思ったんですけど違ったね全然違ったまあ SW と W って結構違いがあって、よく時計屋さん、時計屋さんじゃないや電気屋さんで行くと SW が多いです。だいたい SW が多いんですけど、かなり違いがあるんですよ。SW は主にアナログ時計に使われます。負荷が少ない時計っていうのかな、にそういうのには SW が使われてて、よくデジタルとかデジタルの多機能な時計あるじゃないですか。例えばアラームとかストップウォッチとかバックライトがバッと光るとかっていうような多機能な時計によく W って使われますんで、そのなんていうかな、電池自体の瞬発力が違うっていうのか、まあ型とかサイズは一緒なんですけど、ちょっとこの瞬発力が違うんですよね。だからそういうのがじゃないかなと思って、でその仕様書を見てたんですよ。でまあスイスのムーブメントだから怪しいなと思ってたんだけど、案の定もう日本語表記がなくて、でまあ見たらちょっと SW じゃないんですよ。やっぱりこのレナータとか記号だったから、記号っていうか番号だったから、その互換の電池を見てるとどうもダブルっぽい感じだったんで、それじゃないかなと思ったんですが、全然違ったね。全くもって違った違った。まあよくね電気屋さんでね買いに行くとダブルとSW まあ一緒ですよって言われますけど、これあんまりね違いますから、サイズとかは一緒だけどね、使えるのも使える、どっちかにどっちかって確か使えるんだよ。確かね SW の方の電池に W は使えるんだっけなっていうような感じです。でまあ SW 自体そのあまりこの瞬発力がないから、その W 用の時計に SW を入れるとあまりちゃんと動かないっていうのがありますから、その辺にまあ気をつけてください。でまあこれムーブメント見つけました。ムーブメント見つけた。結構高いね、結構高いムーブメント。やっぱ高級時計だよこれ、すごい高級時計だよこれ、かっこいいもんな。ちょっとビビりながら開けてんだけどさ、まあムーブメントを交換してくれという指令が来ましたんで、まあその前に一旦これ針取ってこの中ちょっと見てみます。それでまあ動けばそれでまあ越したことないので、でまあ最悪ムーブメント交換という形にしていきます。まあなのでね次回ちょっともうちょっと掘り下げてみましょう。ちょっともったいないしなと思って、
まあ、ちょこっとこうなんかで治るんであればその方がねいいでしょうし、ちょっと掘り下げてみます。で本当にダメならムーブメント交換っていう形にしますんで、いや苦手なクォーツ来ましたけど、かっこいいなこれ、本当にかっこいい、めちゃくちゃかっこいいよこれ、なんなんだこれ、これ欲しいわこれ欲しいわ、これ欲しいな、これかっこよ、ちょっと調べてみよう。ってことで何話かに分けて、第何段かに分けてちょっとやってみます、深追いしてみます。でまあ、最悪ムーブメント交換という形になりますので、ムーブメント交換まで復活までできるか、まあね視聴者さんがいいって言ったからムーブメント交換してくれって言ったから、ちょっとねその前に掘り下げてみますので、また次回もこのブレラ楽しみにしておいてください。かっこいいね、めちゃくちゃかっこいいよこれ、これはかっこいいわ。